1950年代に撮影された飯塚市、中熊のボタ山前景写真反対側の飯塚駅から飯塚市中熊のボタ山を望む飯塚市、住友忠熊炭鉱のボタ山のステレオ空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ボタ山とは炭鉱で石炭や亜炭の採掘に伴い発生する。 ステイシの集積場である。ボタ山とひらがな表記をすることもある。漢字では、高山と書く。ずり山の一種で、主に石炭産業が栄えた北海道、常磐、九州北部等で見ることができる。過去の産業遺産とも言える。なお、日本の地滑り逃亡手法では、ボタ山と表記され、石炭またはアタンにかかるステイシが集積されてできた山であって、 この法律の施行の際限に損するものを言い、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の鉱山保安法第4条または第26条の規定により、工業権者または工業権者とみなされる者がこの法律の施行の際、必要な措置を講ずべきであったものを除く地滑り等防止法2条2項と定義されている。 鉱山で採掘された鉱石のうち、資源として使えず廃棄する岩石などの部分を、捨て石いしは、廃石、俗称でずりという。このずりは特定の場所に集められて捨てられるが、長年にわたり、捨て続けているうちにずりは積み上げられてゆき、やがて山ができてくる。こうしてできた山をずり山という。鉱山での廃棄物を捨てたものがずり山で、炭鉱のずり山は、 お山と呼ぶのが正しい。文字は、高山と表記。かや沼炭鉱等の北海道西部の炭鉱では、他の本州以南の地域の炭鉱と同じく片山と呼ばれているが、北海道中東部地域では、高山のことを釣り山と呼称しているが、その呼称はこの地域の方言であり、炭鉱の廃棄物の山は、高山が正式名称である。上記のように、 北海道の中東部の大半の地域での炭鉱では、方言によって、金属鉱山等のずり山と共に、鉱をずりと呼称するが、石体鉱山でのずり山は、鉱山ぼた山と呼ぶのが正しい。したがって、鉱山という言葉は、すべての鉱山でのずり山のうち、炭鉱において発生したものに対して用いる言葉で、ある。以下では、石炭の採掘によって発生したずり山。 すなわち、高山に限定して記述する。片山には、わずかではあるが石炭が混入する。そこで、生活困窮者や子供が危険を承知で高山に立ち入り、捨て石の中から石炭を見つけては拾い集め、持ち帰った。これを、片拾いイコール、ボタ拾いと称した。拾った石炭は、家庭用の燃料として、使ったり、業者に売って、成形の足しにしたりした。 片山の頂上に新たな鉱が投下されると、鉱が勢いよく斜面を転がり落ちる。その直撃を避けつつ、新たに投下された鉱の中から他人に先んじて石炭を見つける必要があり、危険とは常に隣り合わせであった。その一方で見つかる石炭は低品位のものが多く、1日中、型拾いをしても大した儲けにはならなかった。 そもそも型は石炭を採取した後の石ころであり、混入していた石炭も低品質で出荷しても採算が合わないために、業者があえて型として廃棄したものであった。型拾い以外での鉱塗り用には、高混入石炭があるので、雨天等で湿気を帯びると発熱をし、自然発火をすることがある。このようにして燃えた後の孔を、焼け孔または、シャモットと呼ばれ、耐火レンガの原料や、 道路工事や鉄道の不設時の基礎材料として良質で安定した早急な固着をする材料として鉱山会社等が販売をしていたことがある。元の海軍炭鉱であった国鉄締め炭鉱では地元の土建会社へ無料で配布をしていた時期があり販売をすれば収入源となるので販売に切り替えられた。また、ちょうど1964年東京五輪が開催される前に 東海道新幹線を開業させることを間に合わせるために施考を急いでいた当時の国鉄では新幹線の森土効果を建設するにあたり福岡県のめ炭港の片山からこを採掘し無害貨車へ積み込み貨物列車で直接東京南部から神奈川県静岡県にあたり及び愛知県から大阪府までに構築される 森土工科の建設に使用する基礎工事用として運ばれていっていたと元締め炭鉱整理事務所の所長を務めていた田原清田氏は述べている。ボタヤマズリ山は鉱山保安法においてはステイシ集積場と呼ばれる。ステイシ集積場の飛行は数十メートルから100メートルを超えるものもあり安定性にかけ容易に崩壊しやすいのが特徴である。このため工業建社は 高山法案法、地滑り等防止法、森林法等の法令により維持管理が義務付けられる、ほか、捨て石の採取、土地の改変等が厳しく規制される。一方で、ほとんどのボタヤマズリ山は廃棄物処理法の規制を受けない。これは現存するボタヤマズリ山が、同法の施行前に席なされたためであり、 仮に同法を施行させると法の不訴求を定めた憲法39条に違反することになる。産業廃棄物である上に蒸気のような問題点を抱える、高山は炭鉱閉山後は自治体から負の遺産として位置づけられることが多く、また石炭産業に代わる産業として炭鉱跡地に工業団地を造成するなどの理由もあって、近年では急速に数が減ってきている。 しかしながら、日本の近代化を支えた石炭産業の象徴として、高山を高級的に残し、維持管理していこうとする動きも出始めており、高山が保存される例も見られるようになった。また、依然として再利用の目処が立たず、放置されている例も少なくない一方、先端技術が未熟な時代のボタ山には、比較的良質な石炭が含有されていることに着目して、 再利用する例も現れている。一方、金属鉱山のズリ山は、それ自体が、郊外の発生源になったり、高山に比較して規模が小さかったりすることから、副土されて、緑化工事が施されるなど安全対策が取られる、ことが多い。福岡県水巻町には、町が高山を取得して、平地を造成、太陽光発電施設や、大型商業施設との間で、 賃貸契約を結んでいる例もある。カッコ内は単行名。ありがとうございます。